マミヤ先生の脅威が去って5月も半ばの日曜日、私たちは新入部員の教育を兼ねて奥多摩まで日帰りの撮影旅行に出かけたのでした。でしたが、早く早く、きっともう戸坂さん待ってるよ。遅い。あうあう、いきなりそのようなことをなされては。口答えをするんじゃない。戸坂さん、遅れたのは仕方ないんですよ。そうそう、出る直前にゴタゴタがあったんだから。ん、サンゴがいる、シーコがいる、OB がいるのに新入部員がいない。さすが親方、いいところに気がつきましたね。無視する。マーガーッ。やめてください。新入部員が来ないのは俺のせいじゃないです。何を取り乱しているんだ。お前ならベンジャミンと背丈が同じぐらいだから、どうしてあいつが来ないのか知っていると思ったのだが。わあ、むちゃくちゃだ。駅にまたブス島さんたちが見送りに来てたんですよ。その中にタコがいまして。なるほど、格闘になったか。はい、クンズほぐれつしているうちに二人ともモンドリ打ってホームに転落しました。あ、引き分けだな。それはもう地軸を揺るがす大勝負でございました。勝負はともかく、二人とも駅員室に連れてかれちゃって、いつ果てるともしれないお説教の嵐。仕方ないですけどね。千里はどうした。あの子は、なんだっけ。確か大盗賊と奇岩城の冒険の上映会があるとかで、日本ともどうしても見ておきたいから今日はごめんなさいって。なんだそれは。いや、それはですね、説明不要。アラバタは帰りました。何？高額時間を知らなかったんだね。バタちゃん短期だから。トサカさん落ち着いて。幽霊は、サヨコはなぜ来ない。修学旅行の準備があるそうです。けしからん。部長のくせにそんなことが理由になるか。この前の撮影会で懲りたんじゃないですか。あーる、ちょっとこっちへ来い。痛くするから嫌ですよ。このやり場のない思いをなんとかせんと体に悪い。まかせて。軽く軽くな。あー、首がもげる、コードがちぎれる。あー、R先輩が死んじゃう。しかし、なんだな。新入部員のための撮影会に新入部員が一人も来ないっていうのはすごいね。ここだけの話ですが、もしかしたらこれは何かの陰謀かもしれませんね。そうか、それは私に対する挑戦だな。うわー、ピー。どうだい、西園寺君、来てよかっただろう。そうね、岩清水君にしては地味な選択だったけど、たまにはこんなひなびたとこもいいわね。人間時には自然に帰らなくちゃ。ほら、おいしい空気、ほら、美しい鳥の声、そしてほら、まこと、何それ。よいよい、よいではないか。続きが聞きたい。トサカ、なんで、あ、どこに行くんだ。よくもたばかったわね。あなた証拠りもなく、また甲賀部の手先になって私を罠に落とし入れ、みんなで笑い物にしようとしたでしょ。したんだわ。いや、あの、さあ、信じた私がバカだったわ。女って悲しいわね。さようなら、岩清水くん。ちょっと、あれ、お姉ちゃんによく似た人がいます。お姉ちゃんよ。これはびっくり。ああ、岩清水くんとデートなんだ。いいんだ。そんなんじゃないわよ。登坂さん、彼女誤解してるんですよ。なんとか言ってやってください。なんとか。お前は喋るな。デートだよね。誤解の余地ないと思うけどな。違います。
玩具売り場でございます。しまった、この連中とまともな会話をしようとした僕が間抜けだった。そう悲観したもんでもないですよねえ。よし、わかった。こうしよう。しないで、お願いだから何もしないで。何を恐れているのだ。ほれ、一緒に来るのだ。バラないでよ、離して。うるさい女である。エリカ、笑って見てないで助けなさい。はい、エリカちゃんを押してあげます。エリカ、これじゃ誤解されても仕方がないか。あ、何？今突然分かっちゃった。何よ。誤解の意味。岩清水くんも大変ね。何が悲しくて私が工学部のモデルをやらなくちゃならないのよ。袖すり合うも一生の不覚、ここであったのも何かの円高差益は還元されねばならんぞ。日本語になってない。怒るとシワが増えますよ。うるさい。分かったわよ、やればいいんでしょ。やれば。その代わりどうせ撮るなら綺麗に可愛く撮ってね。私は風景を撮る。まあまあ、最後に笑顔の君も素敵だけど、怒った顔もなかなかキュートだよ。どいつもこいつも。ようやく撮影会らしくなってきましたね。それでは僕も撮らせてもらいましょうか。うっ、おーい、R先輩が自作のカメラを構えてるぞ。あー、こっちにレンズを向けないで。何なの。おーバカ者、そのカメラは。おっと、無駄ですよ。いくら登坂さんでもこれを不許可にすることはできません。何？このことあるを予想して、この新作カメラを許可1号君と名付けておきました。これを変更できるのは僕だけ。却下だ。そんな、最初から全部作り直したんだから大丈夫ですってば。いいですか、被写体をこう、ファインダーに。西園寺君危ない。やめんか。あ、押してしまいました。消えちゃった。すごいすごい、感心してる場合じゃないわよ。岩清水くん、岩清水くん。なんと、これは異次元法ではありませんか。これのどこが大丈夫なんだ、大竹。岩清水くんはどこにあったの。今すぐ元に戻しなさい。あなた、こういう格言を知りませんか。何を。後の祭り。そうか、科学に犠牲はつきものですって、こういう時に言うんじゃないか。ああ、なるほど。納得しないでよ。ハエと一緒じゃないことを祈ろう。サンゴ。いや、しかし意外であったな。あの岩清水が身を挺して西園寺を守るとは。登坂さんまで。いいわよ、何とでも言ってちょうだい。私、天寺へ行きます。人里離れた山奥で、花と小鳥に囲まれて、金もいらない、権力も捨てた、消えたあなたの思い出を胸に、一人寂しくつつましく短い命を終えまする。えらい、なかなか言えるもんじゃありませんよ。反省の色がない。そうだ、フィルム、フィルムを現像してみたら何か手がかりが。いません。ああ、カメラの裏蓋開けちゃうんだもんな、こいつは。ジ・エンド。いやいやいや、すべて終わったようだな。この声は出たな、妖怪。黙らっしゃい。私の幻想実験の邪魔をするのはどこのどいつだ。幻想実験。ポッドの中でうちの R27 号とどこぞのにやけた青年とが危うく融合するところであったぞ。にやけた青年。あ、岩清水だな。無事ですか。邪魔をした罰に皿洗いをさせておる。よかったよかったね。ね、照れることないじゃない。何はともあれ、めでたしめでたしじゃないですか。何よ、元はといえばみんなこの機械人形が。むむ、実験を妨害
来したのは R28 号であったか。そうだ、すべてお前が悪い。天地あれあれ、やっぱりまともな撮影会にならなかったね。まあこんなもんだろうな。まったくもう、偉大なる科学の父、全知全能の創造主にして破壊の神、大帝王成原スワマ。子供、小さな子供を誘拐し洗脳して我らの手先とするのです。子供に刃を向けられる親はいない。どこかで聞いた話よの。古典を学習したのヘルマリ。よかろう、イワシ将軍。ばっちゃんじょーちゃんをたぶらかし、世の世界征服を邪魔する憎きコーガマンどもを、もういじめていじめてこせちゃって、泣かせてやるの。ほほー。コーガピンク、危機一髪。や、山はいいですね。海ですよ。ああ、いつの間に。さっきから B 面に入ってますからね。裏返ったな、A 面 B 面。砂に埋まりますか。お待たせ。あれ、エリカはどこ。え、一緒じゃなかったんですか。先に着替えてこっち来てるはずだけど。変ですね。海で溺れてるんじゃないですか。なんだ、そうか。笑ってる場合じゃないわよ。その頃、エリカは天性の方向音痴ぶりをフルに発揮して、彼らとは逆の方へと砂浜を歩いていた。エリカちゃんを置いてどっか行っちゃうなんてみんなひどいです。プンプン。私がみんなのところへ連れてってあげよう。誰ですか。少女の味方、イワッシー将軍。はい、さようなら。待てこら、ちょっと待て。面倒だ。マヌケ獣ガモイケ。トリガシダシで。エリカが、ピンクが。行方不明なんだな、これが。僕も前に行方を不明したことがあるけど、あれはなかなか切なかったりするもんだから、エリカは。炊飯器を抱えて10回してるんじゃない。旦那旦那。あ、あ、誰が旦那だ。10回なんて難しい言葉はバッテンですよ。司令。うん。大体の場所が分かりました。そうか。ちなみに10回とは気持ちや思いを述べることです。どうし。場所って何です。司令官というものは実にいろいろなことを予測するものだ。時には異次元からの侵略を予測し、またある時には現用兵器では歯の立たぬ怪獣の出現を予測し、そして隊員たちの行動すらも予測する。まさかエリカのことも。そう、私は彼女を一目見たその時から、いつか必ずこんな日が来るだろうとエリカの迷子札に発信機を仕掛けておいたのだよ。はは、さすがですね。感心するな。これのどこが幼児なのだ。エリカちゃんは17歳です。外見ではないのだよヘルマーリ。問題は中身だ。たとえ小さな子供といえども、最近のひねくれたガキは扱いに困る。その点この娘は。いかにもあなたらしい筋の通し方ね、イワッシ将軍。恐れ入ったが。さあお嬢ちゃん、
飴をあげようね。知らない人から物もらっちゃいけないって言われてます。うわーぬわぬわとわ確かに恐れ入ったわね。連れてきてしまったものは仕方がない。洗脳する前に特技があれば聞いておこうか。エリカちゃんは般若心経の暗唱ができます。え、漢字財菩薩行人般若波羅蜜多時地。やめー、やめか。シュン、チーンって。恐ろしいやつ。他には何かないのか。あ、そうだ。なんだ。エリカちゃんはコウガピンクに変身できます。なに。近いぞ。この辺に間違いなさそうですね。採石場もあるし。何それ。もしもし、つかぬことをお尋ねしますが、あそこで転んでいるのはエリカじゃありませんか。あ、見ろ、マヌケ獣に追われてるぞ。急げ、助けるんだ。おう。エリカ、大丈夫？あのね、逃げてきちゃいました。口惜しい。だから幹部だけではダメだとあれほど申し上げたではありませんか。やっぱり戦闘員を雇わんとダメかの。貴様らもただ者じゃないな。R 田中一郎くん、甲賀ブラックだよ。マガキゴー、甲賀レッド。大田島サンゴ、甲賀ブルーよ。兵藤誠、甲賀イエローさ。エリカちゃんはピンクです。行くぞ。オウ、ネガポジリング。エクセレントチェンジ、究極戦隊甲賀マン。おいおい、気持ちよさそうにベラベラと。先は行かせん。ガモ行け。ブラック、プラリゼーションキック。レッド、フォーカシングステージ。ブルー、ブルー超速キス。イエロー、ダゲロータイプバスター。ピン、リバーサルフラッシュ。よし、みんな、スーパーササニシキだ。オー。マヌケ時空に引きずり込むのだ。マヌケ時空発生。ありゃーやま。うん。マヌケ時空の中では普通の人間は通常の4倍もマヌケになってしまうのだ。しかしもともとマヌケなコウガマンには何の効力もないのであった。あはは、空に渦巻きができましたよ。綺麗です。コウガマン、私が相手よ。よし、スーパーコシヒカリだ。タイム。あい、女一人に5人がかりなんて正義の味方として恥ずかしくないの。恥を知りなさい。それもそうですね。では、5.5! と、仙台刑事 R! 反則！限定 1! あなた、甲賀ブラックだったはずじゃないの？いや、それは一体何の話ですか？まったくいい加減なんだから。ヘルマリー、ここはこのイワッシ将軍に任せてもらおう。イワッシ将軍はガモ池に薬草を使った。ガモ池の体力が回復して巨大化した。さあ、ゴーテンキングで戦うわよ。おう、登場。ゴーテン、トランスフォーメーション。現代科学の粋を凝らした超自転車ゴーテン号はたちまち全長 53.80m、最高出力 97840TS パー、 5600RPM、 ネットの巨大ロボットゴーテンキングへと変形を完了した。どうしてこんなことができるんでしょう。ダメ、ブラック、悩んだら負けちゃうよ。究極拳ハロゲン強殺さん。
弾しぶき。このまま一気に敵の秘密基地も叩き潰そう。その時、コーガブラックに語りかける声があった。コーガブラック、いや、R 田中一郎、お前は世の息子だ。お前の居場所はそこではない。世と手を組み、共にこの世界を征服しよう。再びまみえるまで、我が息子よ。おさらばんだ。あ、お父さん。え？聞こえませんでした？何も。こうして束の間の平和が訪れた。だが、大帝王成原との意外な関係を知ってしまった甲賀ブラックこと R 田中一郎は、いや、やっぱりお腹が空いてしまったじゃないですか。ご飯を食べている。腹が減っては戦ができぬ。頑張れ、コーガマン。戦え、究極戦隊コーガマン。あー！